こんにちは、あたりです。今回紹介するのはこちら、デラックスシフトカーセット02です。はい、こちらはデラックスドライブドライバーと連動して遊べる2台のシフトカーがセットになったおもちゃです。早速開けましょう。それでは開けます。よし、これで開いたはず。はい、開きましたね。はい、それでは取り出します。じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん。それでは紹介しましょう。こちらがシフトディメンションキャブ、そしてこちらがシフトドリームベガス、この2体のセットです。はい、まずはこちらがディメンションキャブですね。はい、キャブというぐらいですからタクシー型のシフトカーになっています。はい、ぐるっと一周して、はい、はい、裏がこうなります。で、レバーモードにすると、はい、タクシーって書いてますね。さあ、ここでお勉強タイムです。キャブ、そしてタクシー、はい、両方とも日本でいうタクシーの意味なんですけども、さあ、キャブとタクシー何がどう違うでしょうか。はい、おー、皆さんやっぱ結構知ってますね。はい、キャブとタクシー何が違うかというと、キャブの方はイギリス英語、そして、タクシーの方はアメリカ英語なんですね。はい、まあ、そう聞くとキャブの方がなんかちょっとおしゃれな雰囲気はありますよね。はい、そして2代目ドリームベガスです。はい、ぐるっと一周しましょう。はい、はい、ドルマークがついてますね。はい、そしてここがスロットのレバーになっています。はい、はい、そして、ボンネットには、37、うん、わかりやすいねなんかすっごくわかりやすい。ドリームベガスで僕がすごく気に入ってるポイントが一つあって、それがこのドルマーク部分のカラー、このゴールドカラーなんですよ。例えばこういうハイパー列車みたいな、この成型色でなんとなく黄色ですみたいな色じゃなく、こういった重厚感のあるちょっと高級チックなゴールドでもなく、なんかちょっとこのなんか安っぽい金色みたいなね、この色がなんか個人的にはねすごくツボなんですよ。そしてレバーモードにすると、はい、ドルマークが出てきました。わかりやすいね。うん、わかりやすい。ドリームベガスっていうね、このネーミングセンスもねいいよね。ドリームって言えばやっぱりアメリカンドリームだし、ベガスって言えばラスベガスでしょ。だからこのなんか一攫千金ですみたいな、なんかそういうネーミング、うん、すごく好きです、こういうの。どちらも、車輪がついているので転がし遊びができますと。それじゃあドライブドライバーで実際に遊んでみましょう。それではまずタイプスピードに変身しましょう。変身。まずはディメンションキャブからタイヤ交換しましょう。シフトアップ。キャブ。そして必殺技。続いてドリームベガスにタイヤ交換します。
そしてシフトアップ、そして必殺技、はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回紹介したのはこちらのデラックスシフトカーセット02、こちらの2台を紹介しました。なかなかね、面白いシフトカーがバンバン出てきてね、今後どんなシフトカーが出るのか、そして合計で何台になるのかっていうのがね、今からすごく楽しみですね。はい、また新しいシフトカーが出たら紹介したいと思います。それではまた次回、バイバイ。